とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ジンペイのソロで、極恐るべしピラミッドパワー、行きます。まあまあ、ちょっと前のラスボスですよね。行ってみましょう。はい、それではですね、今日、おっと、アースウォーカーでいきます。アースウォーカー。ここはね、そうね、まあ何でもいいと思うんだけども、アースウォーカーが結構俺ね、向いてる気がする。ここのダンジョンは。なので、アースウォーカーをおすすめするかな。か、もしくは、攻撃が単発で、防御力も高い、おーおーおお、ベニマルとかね、がなかなか向いてるところではないでしょうか。はい、装備見れるね。こういう感じでいっております。陣兵の装備です。まあ武器は特に関係ないと思ってください。まあクラリネットメモリアルで、変身ゲージが溜まりやすくなるのでこれですね。で、召喚メダルは花子さん。で、防御力が上がるように、まあ、防御力の最強のやつをつけております。うん。で、攻撃力を上げるために、コンパクトミラーと、バッグですね。まあ、バッグ2つでもいいんでしょうけども、まあ、とりあえず、全部ね、防御力がちゃんと上がるようにしております。で、ステーキ丼2つですね。この2つは、まあ、攻撃力が 30% アップするやつとか、そういうのをつけてくると、さらに攻略しやすくなると思いますけども、まあ、今回は、そういうのはなしで、HP だけ回復するやつという風にしております。で、アースウォーカーですけども、猫エンドを3つ、で、ローラーダッシュ1つですね。この、組み合わせです。はい。ではですね、もうすでに、ボス戦の手前からスタートしたいと思います。行きましょう！そいや！ではでは、ボスですね。行きましょう。まあ、なかなかね、倒すのが難しいっていう方もいると思うんですけども、まあ、ちょっとコツを話しながら行きましょう。まずこいつね、一発一発がね、めちゃくちゃ重いんですよ。食らえば結構ダメージもらうので基本回避ですね。基本回避で、立ち回ってください。ぐるぐるとね、敵の周りを回る感じで。そうすると敵がね、ちょっと隙を見せてきます。その隙っていうのがそろそろ撃ってくるかな。そろそろ来ると思う。これコンバットラッシュ、この時に、必殺技を2回ぐらい入れるようにしましょう。で、これの繰り返しだね。で、このハンターレイ、これは、回復チャンスです。あ、まあ、もう回復なんだけども、あれですね、夢見る少年を装備してるのが前提です。うん。ハンターレイを撃ってきたときに、ハンターレイを、またぐような形で回避をすると、ポーズ取れるので、でそれで、HP を回復していきましょう。まあ、HP と変身ゲージね。それで回復です。この轟く方向は絶対食らっちゃいけない、技です。もしも食らいそうになった時は必殺技を、合わせて無敵時間を利用して逃れるようにやっていきましょう。はい、まあ、基本的にこういう感じですね。こちらからはあまり攻撃を仕掛けず、隙を見せた時に攻撃を入れていくっていう感じですね。闇雲に攻撃していくともう確実にやられるので基本回避です。基本回避で、コンバットラッシュの時に技を入れて減らしていく。はい、まあまあマルチだったらば結構闇雲に行っても他の人がね、狙われてれば大丈夫なんでいいんですけども、まあまあソロで行く時はこういうやり方が一番ベストですね。ダメージも抑えられて、で敵のダメージも
しっかりと与えていくことができるので、こういう戦い方が、いいです。確実に勝てます。危ない。おステータスアップ、まあ、ステータスアップしたからといって、油断せずしっかりとね敵の隙を見て攻撃をしていくようにしましょう。はい、3回とかね、ちょっと欲張ってもまあいい時はあるけども、欲張らない方がまあ無難ちゃ無難ね。よいしゃー、あー方向食らった。今のはミスですけども大丈夫、クラリネット持ってるんですぐ回復します。はい、クラリネット、クラリネットとこの回避でポーズを取るやつで結構たまるので、これで大丈夫です。で変身の後はすぐ動けるように、方向キーは入れっぱなしにしておきましょう。こいつでねちょっとポーズを取っちゃうと相当きついので、それだけはちょっと注意ですね。よっと、まああと、必殺技2発ぐらいで終わりかな。あーいや、ローラーダッシュまで入れて終わりだな。ローラーダッシュ、うん、まあ普通のドーベルは結構勝ちやすいよね。で多分、うん、難しいなーっていう方はこっちですよ、新ドーベルが戦いにくいだろうね。うん、新ドーベルも基本的には一緒ですね。基本回避、うん、回避で、でラッシュをしてきた時にダメージを与えていくです。うん、やり方は大体変わりません。でこの抹殺光線の時は回避をしてポーズを取っていくような形ですね。あれポーズ出ないね。はいはいはい、ダブルショッキングの時2回目に回避を合わせるっていうのもいいんですけどね、なかなか成功しないです。うん、まあ、ダメージは食らわないんですけどね。抹殺、よっしゃー、もうほんとね闇雲に攻撃するのだけはやめましょう、やられてしまうので。でアルマゲドゥーンは敵がね飛び上がるじゃないですか、飛び上がった後2秒後ぐらいで、大体2秒、1、2、こんぐらいですね。で回避できます。で敵がねグレート化してる時はちょっと早まったりするので、まあ、それは敵の動きを若干見ながらやってみてください。おーっとキャンセルできたぞ、やるね俺。でこの時は近寄らない方がいいです。無難に大ダメージ受けてしまうので、まあ、基本的にこういう戦い方ですね。基本はもう焦らずゆっくりと敵の攻撃を見て、反撃していく、これが一番いいですね。やっぱあぶねあぶね、ローラーダッシュもなくなった。はい、猫エンド2発で大体いけるか。あソロの時は猫エンド2発で潰せるみたいですね。まあ、マルチの時はそれだけは無理かもしれないんだけども、よっしゃ、はい、はいはいはい、 HP 高いよ、結構 HP 高いので、まあ若干の長期戦はねちょっと覚悟していかないといけません。ちょっと次は避けてみましょうか。飛び上がって1、2、トンですね。まあまあこれはちょっと慣れみたいなところがあるんですけど、すぐ慣れると思います。うん、大丈夫よ。なんとかなる。食らっても、あーでもねレベルが300台とかだったら多分ワンパンされるんですよね、あれで。なのでまあ避けるのはしっかりとやっていった方がいいかな。うん、きついのは多分こいつはグレート化してからだと思いますね。本気になってからが結構辛くなるんで、そっからが本番かな。本気になった時の攻撃食らうと、さすがにこのレベル600ステータスマックスでも結構痛いもんね。
結構痛いので、ここだけは若干注意して戦うようにしてますね。よし、あと今やようやくもうちょっとで半分か。よっしゃ、はい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 、まあ隙があればダメージを与えていってもいいんですけども、最初ね慣れてない時はもう逃げ回った方が無難です。うん、まあ逃げるというか隙をね見つけて攻撃していくっていうのがいいですね。はいはい、基本ずっと回避してればそうそう当たるもんじゃないね。ダブルショッキング、そろそろラッシュしてくるか。あ、方向方向の後も大丈夫です。アルモゲルさせないよ。あ、いた反撃食らう。え、ちょっといったけ逃げろ。あぶねー、あれなんだろうね、ちょっとした不具合みたいな攻撃なのかな。あー、何もないですね。じゃあ余計に徹しましょう。飛び上がってだいたい2秒ですね。1、2、はい、うん、まあ、大体 2って数えてればちょっと見えてくるんで、最初は声に出してねちょっと数えてみるといいかもしれない。はい、で本気です。本気の後からは、ウェーブが出るようになるのでそこだけ注意ですね。はい、飛ぶ、あ、ウェーブ来る、ウェーブは一緒に来たウェーブ来るときは大体タイミングは分かると思います。ブワブワってくるんでウェーブは避けましょう。うん、避けると逆にね、回復のチャンスになるので、おっと危ね、やっぶね、そこを逃さず、ちょいやられた。でも俺はやられないぜ、これぐらいじゃまだまだ全然立て直せるね。はいはい、やっぱ夢見る少年のね、このあーっと回復量をね舐めてもらっちゃ困ります。よし、1、2、よっしゃー、おいしょー、やるだろ。あ、切れましたね。こっからは攻撃チャンスが回ってくるよ。猫エンドもう一発、お、無理だった。おっしゃー、3発入れれた。まあダメージは食らったんですけども、多分あと2回ぐらい、本気モード来ると思うんで、しっかりとね避けつついきましょうね。ウェーブと一緒にねアルマゲドゥーン来るのがちょっときついんですよね。はい、1、2、はい、そうダブルショッキング、抹殺光線、これは回避してポーズを取るんだ。アルマゲドゥーン忙しいねお前。よし、おっと、痛い、いや攻撃しないとこ、やめとこう。回復に専念します。よっしゃ、来た。どうするか、いやウェーブが来るんでちょっとそれだけ注意していこう。じゃあよいしょ、あ、ウェーブはね注意ね。ステータスマックスの俺でどんぐらいだ、800ぐらい食らうんで、ちょっとレベル低い感じだとやばいですね。はい、1、2、よいしょ。これなんだ、飛び上がった途中にあの本気モードグレート化が解けた時がちょっとね見にくいんで、そこ注意ですね。1、2、よいしょ。じゃあ、はい、もうちょっとで終わりだね。はい、最後の一押し頑張っていきましょう。はい、飛び上がって2秒。ああ、ウェーブも来る。1、2、ああ、ウェーブも一緒かい、やりにく。よし、でもあ、次ウェーブ来るよ。うわ、すげえ、回復しよう。はい、あと1回、攻撃チャンスくれば終わりだね。
はいはい、来なさい来なさい、ラッシュラッシュラッシュ来て、はい、ラッシュ最後回復、抹殺光線も、あウェーブが来た、でも倒した、はい、ちょっとね長期戦になりましたけども倒しましたね。お、英知の結晶が2つと、ニャオスと、これは透明チャレンジか。はい、ということで今日はシンドーベルを、ソロで攻略してみました。まあコツとしては焦らないことだね。こっちから、積極的に攻撃を仕掛けていくとやられてしまうので、敵のね、隙を見て必殺技をね、叩き込んでいってください。でアルマゲルーンの、避け方、飛び上がってから、大体2秒です。1、2ってこうしてからね、で避けるようにしてください。ということでまたね出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。